ジャンユー・グラングラードは、フランス出身の俳優。父は10位。少年時代から音楽に興味を持ち、ジミ・ヘンドリックスに憧れ、ジップシーズというバンドを組み、プロを目指して、日夜練習に励む。その後、役者志望に、路線変更し、1975年から、パリのフランス国立高等演劇学校で演劇を5年間勉強する。その間に、 TV には1977年頃から出演していた。1982年に映画デビュー。翌年出演した傷ついた男では暴力的だが魅力的な男を愛してしまう芸の青年を見事に演じ、出演2作目にしてセザール賞最優秀新人賞を受賞。1986年のベティブルーでは情緒不安定で後に精神に異常をきたす少女ベティを 優しく包み込む青年、ゾルグを演じ、知られるようになる。1989年に、インドや総局のエキストラで出ていた、インド人女優パメラスーと交際し、1997年に結婚。しかし、結婚以前にも様々な女優との浮き名を逃していた。2000年代に入り、パメラスーと離婚。2003年頃に、ベトナム人女性と再婚し、子供も儲けたが、 その後再び離婚した。キリングゾーイではエイズに侵された銀行強盗など演技の幅も広く、1994年に出演した王妃マルゴではセザール賞最優秀女演団優勝を受賞。1996年のマキシマムリスクではジャンクロード・バンダムと共演、ハリウッドデビューを果たす。翌年、裸足のトンカでは監督、脚本業にも進出。 1991年と1998年に夕張国際ファンタスティック映画祭の審査員と東京国際映画祭のために来日している。91年には洋酒の CM、服飾メーカーのドモンのイメージキャラクターにもなったことがある。本人の公式ページによると2005年にパリで若者の不良集団に襲われ大型犬まで消しかけられ大怪我を負ったという。 その後回復はしたものの、その時は本気で死を覚悟したらしい。かなりの犬好きで知られているが、その犬に襲われたという精神的ショックは大きかったという。2015年8月21日のタリス、従乱射事件でタリスに乗り合わせており、事件で負傷した。ありがとうございます。